明日9月12日土曜日の雨に関する情報をお伝えします。明日土曜日ですけども、この東日本太平洋側の方では大雨となるところもありそうなので、その辺りについて確認していきたいと思います。まずはですね、明日の気圧配置で、ね、になりますけども、12日土曜日午前9時の予想天気図です。日本海には低気圧が発生するわけなんですが、もう一つ熱帯低気圧が徐々に陸地の方に近づいてくると、そんな流れとなりそうですね。で、明日の天気なんですけども、この熱帯低気圧が直接的に大きく天気の方を動かすというよりも、湿った空気を送り込むエンジンのような役割を示すと、そういう形で考えておいてください。この湿った空気、この熱帯低気圧の周りを回ってぐーっと流れ込み、この前線に向かって入る形となりますから、東海からまずは関東付近、すると前線が少し北上することによって、東北の太平洋側の方、まあ、特に沿岸部、南部の方になりますが、そちらの方に湿った空気がどんどんと入ってくると、そんな状況となりそうです。ということで、1日を通じてこのエリアは強い雨が降りやすい状況、そんな流れとなりそうです。それでは明日の雨の様子見ていきたいと思いますけれども、こちらが午前6時からなんですが、この伊豆半島から相模湾を抜け、房総半島を通り、鹿島灘を通って、また宮城の南部にかけて、この太平洋の沿岸部の方です。時間の方を進めていくとですね、黄色い部分がずっと出てきますね。これ強い雨の部分になるわけですけども、でしかもこれが比較的長い時間降りやすい状態がついてしまうという形となりそうです。雨の強弱もありますけども、1日を通じて雨の量がだいぶまとまってくるのではないかということが予想されます。これに伴う災害の発生、道路冠水、また低い場所での床下浸水、その他中小河川の増水や土砂災害などでも考えられます。最新情報を必ず確認していただき、気をつけていただきたいと思います。以上、明日9月12日土曜日、東日本の雨に関する情報をお伝えしました。